はいドラマーの倉橋です今回はドラマーに必要な理論の3番目ん2番目 ?2 番目だこっはね2番目のえっ、ー、とやつをやりたいと思うんですけどなんで白衣着てんだよとねまあ理論だからって <laughs> 安易でしょ <laughs> というかね衣装を気にしなくて済むじゃん <laughs> そうまあそんなような感じですまあ気にしないでください。 で今回なんですけど今回はさてさてこれ映ってんのかなあ映ってますねえっ、ー、とね中級中級の理論そうコードを知ろうということでコードの説明とかねまあそれを中心にやっていきたいと思います、ね、さて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 まあこういう理論なんですけど 実際はちゃんとしたあのメロディー楽器こういうねピアノとかねギターとかそういうメロディー楽器やらないとやっぱり身につかないんですよ。なんだけどまあ身につかなくてもまあこういう機械とかそういうので何度も何度も触れてるうちにだんだん分かってくるという程度ねそれでも良いので分かってきましょうという話ですね実際ににははやっっっぱり知ててた方がいいには決まってんですけどね。 まあなんですけど、まあ、ちょ少しずつね今日は話していきたいと思うんですけど今日は多分時間かかると思いますよ。ね、で、えー、と説明されてもねこういうのっていうのはね文とかね言葉だけではねちょっとね理解には及ばないと思うんですよ。なのでまあねえっ、ー、と一生懸命まあ説明しますけどねいやーこれで100%分かったよってことは絶対ないと思います。<laughs> ね まあいろいろね、その確認の仕方とか、そういうのもね、まあ紹介していくので、まあ聞いていってくださいということです。まずはこちらですね、鍵盤の絵が描いてありますね。えっ、ー、と、ちょっと見づらいかな、じゃあこれをこうして、えっ、ー、と、どれだっけ、これだったかな、OK。 オッケーだねこれ鍵盤の絵が描いてあります、ね、えっ、ー、とこれなんですけどなんでねわざわざこんなの書いたかというとえっ、ー、とゆとり教育世代ですかの方で今までね僕が教えてる生徒さんの中でえっ、ー、とゆとり教育世代の方たちの中で2人「ドレミアソラシド」ら知らないって言ってした下がいたんですね「ドはどこですか?」という。 これはびっくりしましたけどねまあそういう人たちもいるんだなと思ってでまあそこからやらなきゃいけないのかなと思ってまあほとんどの人はでも知ってますよねドレミファソドレミファソですねそうですこれはここに書いてあるんですドレミファソと書いてあるんですソラシドというふうにドレミファソラシド要するにドレミファソラシドで オクターブってことですね。で、隣に cdefgab と書いてあります。これ、英語読みですね。ええー、と、ドレミアソラシドのことを cdefgab とね表します。という話です。要するにどのことを c と言いますね。cdefgabc。D e F G A B c あの、よくコードでね、英語読みの方を使うと思うんです。なので、それ何なんだろうっていう人は、実はドレミファソラシドのことですね、えー。日本語だとハニホヘとイロハっていうのもありますね。ハチョウチョウとかイタンチョウとか、よく言ってますよね。ああいうのもドレミファソラシド。日本語名で言ったやつです。生とかね、芸とかね、ああいうのはドイツ読みなんでしょうかね。まあ、そういうのですけど、まあ、ドレミファソラシド cdefgab というのがありますよということですからね。 で、黒鍵がありますよね。ね。黒鍵はそれぞれどの半音上。ここの部分はどのシャープ、あるいはレの半音下なので、レのフラットというわけですね。同じく英語名だと c のシャープね。例のフラット同じ意味ですね。これねという風うにシャープとフラットっていうのは半音上げる。半音下げるとかね。いう風うなことを。 表しますこれでだいぶわかるかなこの辺はだいぶみんな知ってますよね。でよく知らないのはじゃあ「み」の半音上はと。ミの半音上はとそうすると半音って滑稽ないでしょここねここないですよね。なのでどうするんだっていうふうにして迷っちゃう人がいるんですけどこれは「ミの半音上はファになります。そうここはね半音の関係なんですよ だから国権がない,いうこと同じくここも「し」と「ど」の関係はそういった意味なんですね。なので「ドレミア・ソラシド」っていうのは「ど」から始まってこれは一音ですね「全音」と言いますね「全音」「全音」「半音」全「全全全半」こういう並び方で「ドレミア・ソラシド」っていうのは作られてるんだよっていうの。 ですねまあ、これはちょっと次であの説明しますけど、まあ、こういうことです。みの半半音音上っっって言ったたららファです、ね、ですすど下ということですね。さてさてさてこの辺はね本当にあに小学校とかでやってると思うんですけどまあ、お忘れちゃっただけなのかもねあとはこういうのを丸暗記してないですか「ドミソ」とか「レファラー」とかね「ねそしー」とか「ドーミーソ」ですよね。 レファラーででししょ、ミソシーでしょこういうの丸暗記してると思うんですよ。これね結構あの大事なんでねもう一度これ覚えておいてください。でここにトライアドって書いてありますね。トライアドっていうのは要するに3つでこうコードを作ったやつですね。ドミソーとかの話です。ねこれドミソーは分かりますね。でメジャートライアドって書いてあります。<laughs> あうんそうメジャートライアドって書いてありますねこれもあの後であのー、説明しますけどコードにはメジャーとマイナーっていうのがよく聞くと思うんです、ね、それは何で何なんだっていうことも今日、あのー、説明いたします、ね、なんですけどまずはメジャートライアド要するにねドミソンこういう音明るい感じがする音 それを丸覚えしましまょうって書いてあるんですこれねまあ要するに必要になってくるからこう書いてんですけど、ね、え最初からこれ覚えて,てはい覚えました」っていう人いないですよねまあそんなのは大丈夫今日はねあの分からなくても覚えなくてもいけるようになってますですけど大事ですよということで書いてあるんですねドミソ」ってこれメジャーなんですけどそのまま「レファラー」って弾いたらちょっと悲しい感じするでしょ これはマイナーなんですよ実はレファラーっていうのはこれをメジャーにするのには実はこの真ん中のファの音をね1句半音上げてあげないとねメジャーにならないんですだから真ん中をシャープさせましょうという真ん中をシャープここですね真ん中をシャープレファラーって書いてありますねするとメジャーのトライアドになる明るい音の三万音になりますよと いいうようよなことが書いてあるんです、ね、あのー、覚え方ですねこれねまあ丸暗記してくれっていうから覚え方も書いといたっていうだけです。ね。まあ要するに「シレファ」ってこれすごい暗いでしょこっちでやろうか。ね。こうなるよと。ね。これさっきのドミソーと同じような。 ことになりますねまあそういうのを書いてある「レファシだけはね2つともねあのちょっと特殊な形になりますよ」という要するにこの半音っていうのをねつまたぐからねこことここだからあこうじゃ見えないねこことここ半音のところ2つまたぐから2つと曲げるという形になるんだとまあそんなようなことなんですけどまあこの辺あのー、覚えろうって言った時にはこの辺ちょっと参考にしてみてください。 さささてさてさててねまあこの辺でではっっきり言ってするしいいです <laughs> 今まで散々説明しといてなんだよそれと思うかもしれないですけどねコードね C はドミソ D はレファラ E がミソシ <laughs> ファラドって書いてありますけどこれ半分間違ってますからね <laughs> 自分で書いておいてそうなんだけど C はドミソ上がってますよ。D はレファラってファが、ね、シャープしてないとまずかったでしょ。 まあそういうことも後で説明するんですけどまあドミソレファラミソシファラドソシレラドミソシレファっていうのとを覚えといてくださいとあとはフラットシャープとは何ぞやということこれ覚えといてくださいあとドレミワソラシドと CDFGAB ねこれは覚えとかないとダメですよってことねさて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 そのコードの説明をするのにこれもやっぱりね説明しとかないといけないんですねこの辺も飛ばしても構わないん のですけど一応説明しておきますあのー、インターバルといって2つの音のこの距離っていうんですかえっ、ー、と音程差ですねをあの表すインターバルっていうのがあるんですねそれをここに書いてあるんですえっ、ー、と完全とか超とか単とか増とか弦とか言ってますけどね要するに1度1度つったらドとドなんで同じこっちのがいいのか ね、ドとドだから完全に一致してる1度こういうのを1度と言いますねだからお一緒の音なので距離的にはこれ0なんですねで2度ドから言うとレですねどれ3度つったらみ4度つったらファということなんですドから数えて1度2度3度4度5度6度7度8度でオクターブ とということですなんですけどねこれがねまた面倒くさこういうところから面倒くさくなってくるんですけど「レは」はそう2度っていうふうになりましたねここじゃどうすんだよと「レのシャ」レの「フラット」どうすんだよこういうのを単2度っていうそう2度って言ってもいろんな2度が出てきちゃうんですよね。なんでかって言ったらこの鍵盤っていうのは「ドレミア・ソラシド」ってこういうのを あのー、スケールなんてメジャースケールって言いますけどメジャースケールありきでこういうの作られてるんですよ鍵盤楽器っていうのはだからメジャースケールを基準として説明してるんでこういうことが必要になってくるんですなので「ドレミア・ソラシド」っずっと8で八度でオクターブになりますよねなんですけどこれ全部半音ずつだったら12個あるんですよここまで だから12個13個目でオクターブになる要するに距離は半音ずつだから12の半分6実はこれ6しかないんです距離は。ね。だ12音階ってことですね。12音階で成り立ってるのでドレミア・ソラシドーとすと8個あるけど距離的には6しかないってことです。それがここに書いてあります。 ゼロ度のことですねだから超2度のことだよとかこうやって書いてありますまあこういうのがありますよってことですでよく使うのは超3度とかねえー、っとまあ4度5度とかあのー、完全5度とか完全4度とかねそういうのはちょっと言いますけどあとはそのそうですね単3度まあそのぐらいですかねまあ オーギュメントデュミニッシュっていうのも使うんですけどまあそのぐらい覚えとけば多分大丈夫かななんとなくあこういうことかっていうのが分かると思います要するに一番大事なのは単三度とメ,メジャーの三度とマイナーの三度ということですメジャーマイナーここでまた出てきましたねさっきのメジャーとマイナーがあるんでここでまた混乱するんですよねまあその辺をちょっと説明していきますねまあここにもちょっと書いてあります これトライトーン、さっきのトライアドじゃないんですね。トライトーンですね。これ音程の話ね。そう。トライっていうのは3つですよね。だからね、さっきのトライアド、もうトライだから3つなんだけど、ね、ごっちゃにしやすいですよね。こういうごっちゃにしやすいね、ものがね、結構あるんですよ。ね。なのでね、みんな混乱するんですね。まあ、トライアドトーンってどうかるみたいなこういうことですね。ね、オーギュメントつって言ったら、そうなんだけど、こっちがね、 こっちシャープすると、ね、こういうのを言ってるっていうことなんですねこれねちょっとこの辺はねちょっと難しくなるんでまあ今のうちではいいと思いますデミニッシュツーのはこういうことなんですけどねこれって何かって言ったらあのー、2つに待ってる3つに割ってる4つに割ってるってことなんですよ、ね。まあその辺はちょっと進んでいくとわかるようになります。今の段階ではいらないと思います。 ここでも書いてありますね。今の段階では存在と言葉だけを覚えるとい,いいです。あス、スルーですって書いてありますね, <laughs> ね。本当大丈夫なのかよって感じでしょね。大丈夫です。さて、パパッパパ行きますよ。ここが本題です。コードそうなんです。コードネームね。あのー、コードネームを言われたり。してね。 あのー、打ち合わせとかして、あのー、リハーサルとかした時にそこの Cm7 のところからやろうって言われたら Cm7 って何だったっけっていうふうになったらまずいでしょだから必要になるこっからが必要になりますねこっからちゃんとあでも今までのこと分かんなくても多分分かると思いますさてさてじゃあ説明していきますねここに Cm7 ンと書いてあるんですこれ Cm7 って書いてありますね読み方 Cm7 と読みますね C のマイナーセブンですね。さて、その C はですね、えっ、ー、と、あ出てないね。そう、ごめんなさい、ちょっと待ってね。ここだ。よこれ出たかな。そうです。C です。C マイナーセンね、こう書いてあります。で、この C は、 コードのことですねえっ、ー、とさっきのトライアド C のことですでマイナーこれマイナーねこれマイナーっていうのはマイナーコードっていうことなんですねこれはこっちにかかってることが要するに C というのはさっきも言いましたけどえっ、ー、とドミソって明るい明るい音だ それれをマイナーにしてくれるてとというこです、ね、おなるほどこれはちょっとこっちも映さないとダメだなよっねドミソードミソー明るいのをこれをこれメジャーコードね明るい感じこれをマイナーコード暗い感じにしてくださいということなんですけどそういう時にはさっき度数で言いましたけど3度マイナー3度とかメジャー3度って言ってたでしょあの3度の音っていうのが 大事になってくるんですここが普通のメジャーだと0.511.52っていうことで超三度と言いますけどこういう距離でいうと2だよねの距離だと明るい音がさすんですこれをメジャーコードと言います。で半音を下げてある距離的には1.5ね1.5ねそうするにすると c ーと言って悲しい響きになる。 そう C メジャー C マイナーこれがコードのメジャーとマイナーそうですここで表しますね難しいすねなんか言葉で説明するのもね結構大変なんだよねこうやりながらねやっていかないとダメじゃあかえってさっきのレファラレファラはさっきマイナーコードだって言ってましたねそれは何でかというとレから見てファは 1 1. さっきと一緒でしょねイナーの時とね,ねこういう距離関係にあるから3度がだからこれはマイナーなんだとだそこをレからの距離を2にしてあげないとメジャーになりませんよという話こういうことになるよ。ねこれがメジャーとマイナーの違いですでそして今度は 7っていうのが出ましたねこれは7つ目の音ってことですだから C で言うと7つ目の音「ドレミファソラシ」ねこれがセブンスの音ですなーんてね実はねこれがまたねえー、混乱するんですよ7つ目の音はここなんですけどセブンスって言って言ったらこっちのことを言いますこっちでった方が見やすいか ドミソで C7 つ目の音じゃないかと言うんですけど実はそれが7つ目は7というのはフラット7のことを指しますねえこれややこしいでしょそうなんですセブンス、ね、これはフラット7のことを言いますこれはねなんでこんなことになったかというとまあこういうのって習慣から始まってるんですよね それを後から理論付けているので、こういうこううとが起きちゃうんでしょうね,多分ねセブンスセブンスって言ったらここのことだからで理論で今更ねそれは違う言い方しましょうってことにならないのでねセブンスと言ったらフラットセブンのことを指しますというふうにしたわけですね。そうなんです。すこれね、ね。ん、あのー、ごっちゃになるんで,す、ね、でじゃあこっちのことは何にする何て言うのかって言ったらこれはメジャーセブンスと言いますまたここでマイナーメジャーっていうのが出てくるんですよ。 よくこう大文字でね書いたりしますけどそうマイナーもメジャーも同じ M でしょ <laughs> マイナーもメジャーも同じ M なんでね大変ねこっちはマイナーこっちはメジャー見えるかな見えてますねねというふうにそういうふうに言うようになってますここら辺も本当大変ですねそうメジャー7と言いますここは。 ドレミファソらしい7つ目の音ここの音はメジャーセブンス普通のセブンスといったらこっち、ね、半音落ちてるセブンスのことをフラットセブンのことをセブンスと言いますで他のやつね例えば11とか13とかあ11とか11とか13とか11とかねそういうのあるんですけどそういうのは全部、あのー、メジャーの音程を言います ね、だから5度っつったら5度のことを言いますねフラットファイブっていうふうに言いますねそうだセブンスだけ違うっていうふうに覚えておいてくださいさてさてさてじゃあ次のこれですねここが大文字小文字になってますねこの違いですねこれは C メジャーセブンスと言いますこれまたね今度は大文字でこうなってますね そうなんです今度はこれはどうみそ見えるかな見えてないねまたこれめんどくさいねあどうしようかこれあそうか分かったこうしようこうしようこれ見えたでしょね <laughs> めんどくさいねこれねそう c ブンスですねこれね c ブンス C はドミソのことを表しますやっぱりねでこれ確定ですで今度この大きな M メジャーは何だっていうことなんですけどもう普通に C とか D とか言ったらこれはメジャーコードのことを表しますで小文字の M がつかない限りはこれはもうメジャーコードなんですね決定なんですじゃあ今度のそれにあえてまたメジャーをつけるのはこれはセブンスの方にくっついてるんですねさっき言ってた えとこっちかこっちかの話です。ね。だから C、ドミソーっていうふうになります。それに、メジャーのセブンスを足してくださいというここういうことですね,ね。こっちが足される。こっちじゃないよっていうこと。これだと C セブンス。これだと C セブン。なりますね。これ C セブン。ね。わかるか、ドミソーでしょ。で、それに、これだと C セブン。なるわけです。 ね、この辺がねすごく難しいですね例えばだから c セブンスなんつうのもあるんですよもうややこしいでしょもう対岸にしろって感じですよね c ー c から c マイナーいきますね c マイですね3度半音下げてる c マス。c ーにメジャーセブンスを足すねャーセブンスとこういうふうになりますちょっと暗いねここはね電気つけよう 明るくなった明るくなりましたね今日パッパとやらないとねちょっと反射してるけど大丈夫かなこれ C 7すねメジャー7ですね C7 はこうで c イナーメジャーセブンスねこれね c マイナーセブンスはこうわかるかな <laughs> そうこんな感じですなのでここで分かれてますよということを覚えておいてください そうすすれれば大体のをこれ読めると思います例えばそうですね、えー、とじゃあ次は E からいきましょうか、ね、E ですね E って言ったらこうですねじゃあ E フラットって言ったらこうですね E フラット E フラットじゃあ E フラットあこっちかこれですねこことこことこここれが E フラット じゃあ e フラットマイナーっつったら3番目のここの3度の音をマイナスするこういうことです。ね、でこれの、ね、セブンスつけるって言ったら、e、ここですねここがオクターブでしょそしたらここよりも1音低いところこここれがね e こういになります。 あのー、順々にやっていけば多分,分かると思いますで言葉の意味さえ分かっていれば大体今の段階ではいいかなと思われますさてこの辺ですかね大変ですよね倉庫ここに書いてあります小文字の M はマイナーコードであることを示しますねえっ、ー、とマイナスで書く時もありますねこういうふうに Cm7 c マイナーというふうに、こういうふうに書く時もありますね。つってますね。c マイナー。で、メジャーのことは、こう三角で書く時ありますね。これでメジャーセブンとか言ったりする時もありますね。そうです。さてさてさて、次はね、ギターで弾いてみようというふうに書いてありますね。そう、皆さんね、ピアノで。 理論をね必ずやろうとすするんでけど必ずじゃなくて多くの人はねやろうとするんですけどピアノの場合は最初に丸暗記しなきゃいけないことが多いんですよ。これ,ですこれだけでもいいね大変でしょなんだけどギターの場合は実はこれだけ覚えるだけでいいんです。 これも関連付けて終えられるのでまあそうですねじゃあね c m c ブ7から覚えるといいと思います。ね、6つしかないでしょ6つ覚えるだけでほとんどの,あのジャズスタンダードの曲これ終えてしまうんですなのでドラマーもこのぐらいちょっとね、あのー、やっておくと 非常にいいいよととうことで今日一番おすすめしたいのこれなんですでこのコードの押さえ方なんですけど3つしか押さえないですそれは1度そのルートの音ですねドミソだったらどうですねそしてメジャーとマイナーを決める3つ目の音3度の音あとはセブンスメジャーセブンスなのかマイナーセブンスなのか。 実はこの音だけ、これこの音が一番大事なんですね。この三度と七度っていうのね、どっちが性格、そのコードの性格付けるのに一番必要な音は三度と七度なんですね。なので、そう五度入ってない。普通はね、あの四、ー、声であのー、コードを示すと、一度、三度、五度、七度、今までやってたんですけど、この五度いらない。 5度は省いいちゃいますそれでも十分機能するんですねなのでこれで覚えていくといいよということですちょっとギター持ってきますねよあ,あチューニング合わせとけよかったなまあいいやよこれはどうすればいいの <laughs> 大変なことになってんなおい よよよよよよよいいいいいいいしししししししょょょょょょ大変だなおすすめは c ブ7から覚えるのが一番いいです。 見見えええるかなこっちで見えてますね、えー、と鍵盤は消しとこうちょっとかぶってるからね鍵盤の画像は消しとこうねそうちょっと見えづらいかと思うんですけどね c ーって言ったら C はねまあここなんですけどこっから一直線にこう押さえるだけねマイナー これを覚えちゃいます、ね、簡単でしょで一番上のこの6弦のこの音が C なんですね。そうあとはこの1個飛ばした下が7度になっててあのマイナー7ね。でその下が3度になってるわけですマイナー3度になってるわけ。ね。じゃあ A とかどうなんだって言うとこれ A の場所に移動させればそのまま Am7 になっちゃうんですよね。こここら辺がギターのいいところなんで こういういいのを利用していくわけですねまずはマイナーセブンという形を覚えちゃいますねそしてマイナーセブンから今度次いきましょうねこれマイナーセブンです、ね、そのマイナーというのをメジャーにしちゃいましょうン度の音ですねン度の音をメジャーの3度にする要するに半音を上げるわけですねマイナーメジャー 3度の音をメジャーにすると C7 になります。ねこんな音。マイナーはこっち。違うでしょ。ねで今度は7度の音をメジャーにします。というとこうですね。こんな音になります。ねこんな音。もう3つ覚えちゃったでしょ。移動させるだけですこれをこう。 隣に移動させるだけ、ね、でそれを今度は今はルートの音がねこの一番上の6弦というのにあるってのをやってるんですけど今度はね5弦にある場合を形を覚えますまあ C はここです5弦の場合はねそしたらこれはどれから行こうかな C7 から行こうかな C7 はこういう形です 真ん中がねねこ,これね順番並び方が逆になりますよね3度がここになります真ん中になるねそれさえ分かってこの形さえ覚えちゃえばそうです、ね、これが C7 なんで3度ですから真ん中ねっ3度をマイナーさせればマイナー3度になるわけですねそういうことなったでしょそうねで C7 のこの 7th こ,のことねマイナーセブンスをメジャーにすればこれが c, c メジャーセブンスっていうふうになるんだよという話です。なので実質 c のセブンスと c セブンス5弦ルートと6弦ルート覚えちゃえば全部これ覚えられると思うんです。それで大体全部あのー、もう9割方弾けちゃいますこれあのー、ジャズスタンダード。 例えばね、あ、例えばって今日枯葉をやるんだ。はい、えっ、ー、と枯葉の譜面が隣に出てますね。出てるかな、ちゃんと上からね、出てるね。これ枯葉の譜面です。出てますね。まあこういう風に書かれてるんですけど、要するにさっきやった C マイナス7ですね。よ、C マイナス7。 これは F のところで F の7を引くわけです。これになりますね。だからこれ簡単ですよ。これ C、C マイナーですよ。その下に行けばいいから。ね、こういうことです。で、B フラットのメジャー、B フラットね。B フラットのメジャー、6弦の、えっ、ー、と、これこれこれ。これで弾いてみるというふうにしても、ほとんどこれ、全部いけちゃうんです。で、いけないのはこういう、ね、形で書いてあります。これね。 ここに書いてあるんですけど、えっ、ー、とマイナーセブンフラットファイブというね、ハーフディミニッシュと言ったりしますけど、そういうものですね。このなていうんですか、パイですとか、真ん中にこうね、斜線が引いてあるものこういうなマイナーセブンでフラットファイブね、マイナーのコードでセブンスを弾いて5度を半音下げてくださいというね、こういうのがこのこういう風に表したりします。 まこれなんですけど、5度は今省略してますので、これマイナーセブンで弾いちゃえばいいんです。それでちゃんとこの機能します。あのマイナーセブンフラット5の機能はちゃんとするので、これで弾いてしまえばいいです。で、あとはフラットサーティとか6とか書かれてますね。そういうのはあの無視して構いません。これね、フラットサーティとかそういうのは全部あのあの決して 考えなしでこれだったら D の7ででいちゃって大丈夫ですそして6とかっていうのはこれはこれも関係なしでこれは7としてこれ G6 って書いてありますけど G6 って書いてありますけどまあ G6 ですけど G これあの Gm7Gm6 って書いてありますけど Gm7 としてやってしまえばいいです。だから要するにこういうことね。 gm7 とししててこれですで弾いいいまえばいいですなのでこれ全部弾けちゃうんですねほとんどのあのスタンダードの曲はもうこれで弾けると思うんですでたまにねディミニッシュっていうのが出てくるんでまあ、ディミニッシュだけあとは覚えればほとんど9割方の,あのスタンダード弾けるようになっちゃうんですねなのでギターでちょっとね弾いてみることをおすすめしますと言ってます えーと理論をこう説明してるんですけど実際にちょっとねいじらないと楽器をいじらないとあのー、到底理解はちょっと無理かなーと思いますでねまあ今日はそこで終わ,るら,終わらないでちょっと先に行きたいんですねこの辺ちょっとバーっとやっていきたいなと思ってちょっと長いですけどねもう30分経ってるここで一回 終えようかな、ね。あんまり長すぎるからね30分経ってるからではこの251って何ぞやというところはこの後にパート2でやりたいと思いますでは一旦ここまでですドラム教室やってますえっ、ー、と無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときますあともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた